どうも、トーゾルです。はい、ということで本日もこちら、クラッシュオブクランやっていきたいと思います。さあ、ということで、新しいアップデートに向けてね、テンションが上がりまくっているこちら、クラクラなんですけれども、今日も資源狩りやっていきたいなと思います。で、今、大工さんがね、二人ニートしているので、もうちょっとフル、稼働でね、大工さんも働かせ続けたいなというところで、今日は、大工さんが働くまで終われません。大砲の、一つをね、着工するまで、ね、頑張っていきたいなと思います。二つだったらと永遠に終わらないので、どちらかの大工さんが働くまで終われませんというところで、130万ゴールドをね、集めて終わりたいなと思っております。で、あともう一つが、イベントが今来ておりまして、ネクロマンサーイベントかな。こちら、ネクロマンサーを5体使えと。5体使うと、100エメラルドがもらえるぜっていうところでね、こちらもこういう細かいイベントもしっかりクリアしていきたいので、あと2回ですね、ネクロマンサー編成で今日はやっていけたらなと思います。ネクロマンサー編成結構安いよね。一番下にネクロマンサー5体入れた編成を、作っているんですけれども、エリクサーが35万。で、ダークエリクサーが270。で、普段やってるのが2段目なんですけれども、2段目よりも6万エリクサーぐらい得できてるのかな。だから攻めれば攻めるほど、6万エリクサー得と。まあちょっと違うかもしれないけど、まあそんな感覚でね、頑張っていきたいなと思います。参りましょう。結構この編成を安く作るっていうのもすごく大事なことですよね。同じ前回だったらなるべく安く、攻めてった方が圧倒的にお得ですからね。うわ、すげえ！え？やば！ちょっと待って。いきなりやばくない？これはちょっとえぐい。しかもタウンホール11なんで、今回このバスター温存していいですか？ちょっと今ね、バスター不足で、ちょうどロックボマー突撃兵器とかのやつの、工場を今工事してるんですけれども、そう工事中なゆえに、結構きついんですよね。バスターがないと。タウンホール12の時だけバスター使いたいと思います。で、バスター代わりにババキンでいくわ、今回。さあ、ネクロマンサーちゃんも頑張っておくれ。今回バスター温存しての、ファイトが始まりました。頑張って、まずはババキンたちが壁を開けてくれて、頑張れよ、頑張れよ。これ、金やるか。金やります。さあ、金やって、ババキン部隊が中心部ガンガン暴れまくって、さらにはレイジー。ババキンあれにやられちったかな？大丈夫かな？さあ、頑張ってる。いいよ。さあ、さらに進んで、これ多分前回行きましたね。右上の、あいつ何だったっけ、右上のあのシングルインフェルノタワーが若干厄介で、アーチャークイーンまで巻き込まれてしまうと本当に嫌なんだけど、大丈夫かな。 OK です、いい感じ。よし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 、悪くない。さあ、これは前回いけましたね。いや、てか最近なんかすごい美味しい村によく出会う。たまたまかな。クラクラ引退しちゃった人が若干増えてるのかもしれない。わかんないけど。全然わかんないけど。かつての私も馬村になってたからな、おそらく。でも、放置村そんなに多くはなってないですよね。めちゃめちゃうまい村ちょくちょく当たるんですけど、じゃあ2回に1回以上放置村勝ってたらそうではないよね。まあ、そらそうか。1回こうやって攻めたら、また1日ぐらいシールドがつくから、結局そんなにゴロゴロ転がってる状態っていうのは、いずれにせよできないのか。やっちまった。うわ、最悪。次のセットするの忘れてた。うわ、これは最悪やっちまりようですね。やってしまいました、私。クラクラ何年やってるんだっていうね。こういうボンミスは痛い。エメラルドを消費してしまう。ちょっとババキンが回復するの待ちますか。で、ブースト中だけど全然まだまだだな。ちょっと4倍ブーストなんで少し待ちます。なんか雑談していこうか。最近ね、そういえば、私の好きなリゼロっていうアニメがあるんですけれども、リゼロの2期がね、アニメで出てくると。アニメって、こう、1期、2期って、こう、クールによってね、なんかいろいろ話があるんですけれども、その、新作がいわゆる出てくるみたいな、リゼロの映画と、そして2期の、制作が決定しましたというところで、ちょっと私も、ちょっとリゼロ見返そうかなと思って、同じアニメを2回見返して、その、なかなかやっぱり話分かってたら、あんまり面白くないじゃないですか、普通。でも、リゼロっていうアニメ結構ね、見返すと、まあ、前見たのが結構前っていうのもあるんですけれども、めちゃめちゃ今面白くて、毎日1話ずつ見るっていうね、楽しみ方をしてます。皆さん、アニメとか見ますかね？昔は、まあ、昔の話をするのもあれだけど、ちょうど春日とか、そこら辺の時代の時は、アニメ黄金期って言われてたんですよね。もう、いわゆる一般人の人、
アニオタじゃない人たちもアニメを見る文化がその当時多分ついて、それまではやっぱアニメっていうと、まあ、ちょっとオタッキーな感じがね、していたんですけれども、そこからもう一般の人も見るようになって、今も結構アニメ普通に見るよっていう人多いと思うんですけれども、まあ、そのアニメ黄金期は私も本当にね、毎日ずっとアニメ見てましたね常にアニメを流してた。ゲームしながらアニメ見て、飯食べながらアニメ見て、勉強しながらアニメ見て、常にアニメが流れてる状態でしたね。人生の中で多分一番アニオタだった、あの時は。アニオタ、ゲイオタだった感じがしますね。はい。まあ、そんな、時代もありましたが、あれ、いつの時だったかな、春日。予備校時代かな。私、予備校1年間行ってて、浪人1年してるんですけれども、その時代にね、こうゲームセンターを覚えたりだとか、より、もともとゲーム好きだったんですけど、そう、ゲーマーになりましたね。ゲーマーかつアニオタになった気がします、その時に。やっぱこう、あれじゃないですか。あれ、援軍を求めるんだって。あ、さっきレイジ使ったからかな。まあでも、レイジぐらいはなんとかなるかな、自分で。ウォールバスターがすごい重要なんで、そろそろ時短するか。予備校時代って不思議で、その目標が高校とか中学高校とかは普通に学校通ってると、どんどん新しいことが出るじゃないですか。新しい勉強、新しい次の分野がどん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 各教科で登場してきて、でどん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 インプットしてるうちに、あっという間に中間テスト、期末テストがあって、でちょっと夏休み休憩したって思ったら、またなんかいろんな学校行事があってって感じで、割とこう学生時代って忙しいと思うんですけど、浪人生ってね、暇なんですよ、本当に。無限に時間があって、で目標は次の1年後の受験じゃないですか。割とね、こう人によってタイプが分かれるんですよね。真面目に勉強する人もいれば、なんかいろんな活動しながら勉強する人もいれば、そのね、いろいろ人によってスタイルが違うんですけど、あ、ここ行きますか。人によってスタイルが違うのもまた面白いところであるんですけど、予備校の面白いところなんですけどね。すごい人いましたよ、私の予備校。20浪ぐらい、15浪ぐらいしてる人いて、どういうことみたいな。どういうことなんですかみたいな人もね、やっぱ いるんですよね、中には。本当にみんなからもうなんか先生みたいな感じで先生か分かんないけど、なんかもうボスみたいな、ドンみたいな感じで。私の予備校はね、なんか予備校の中で簡単なアルバイトみたいなのができたんですよ。お手伝いみたいなのができて、なんか自習監督とか、なんか掃除がありましたね。掃除があったりして、それのバイトしてましたわ、私。やばい、今回前回取れないかも。ライトニングドラゴンが無限に暴れまくってる。これちょっとネクロマンサーさん、なんとかしてほしいですね。アーチャークイーンがちょっと真ん中行かなかったんで、それによりターンホール11、絶対に前回取らねばいけないターンホール11でちょっと苦戦しております。頑張れ頑張れ頑張れ。あ、でもなんとか行ったかな。中心部のこのネクロマンサーが生き残ってるのが強いよな。さあ、ババキンはやられてしまいましたが、グランドオーデンが残っていて OK。 私、予備校時代に初めて、人生で初めて、あれに行ったんですよね。ゲームセンターに行って、まあ、もちろんそれまでもゲームセンターちょっと入ってトイレ借りたりとか、プリクラ撮ったりはしたことあったんだけど、そういわゆるアーケードゲームとかやったことなくて、で友達がね、その時にすごいこうアーケードゲームにハマってて、そのハマってたゲームがガンダムのゲームだったんですよね。で私、それまでガンダムってあんま別に好きでも嫌いでもないし、まあ、ガンダムって有名なアニメがあるなぐらいに思ってたんですけど、そのガンダムのゲームにドハマりしちゃって、で気づいたらもうそのガンダムのゲームでもランカーになってて、でその時に初めてつけた名前がドズルっていう名前だったんですよね。そっからもうガンダムのアニメもほとんどのシリーズ全部見直して、めっちゃガンダム大好きになりましたね。ロボットアニメが好きになりました。あ、さあイベントがクリアしました。100エメラルドをゲットしたのかな、今ので。さあ、100エメラルドをゲットいたしまして、まあ、100エメラルドとかね、すぐ溶けちゃう、いろいろ使って溶けちゃうんだけど、まあ、でもこういうイベントをちゃんと達成することに意義があると思うので、さらには、今日の目標であるこちら、大砲のアップグレードも済みましたので、ではこちら、大砲もアップグレードしていきたいと思います。OK。さあ、じゃあ一旦今日のやることは終わったかな。
大砲アップグレードプラスイベントクリアするまで終わりませんだったんですけれども、どちらもクリアいたしましたので、じゃあ今日一旦ここで、終わりにしましょうか。あの昨日の動画がすごい長めだったんで今日短めなんですけれども、まああのいろんな長さの動画もお送りしつつね、あのできれば毎日更新していきたいなと思いますので、皆さんもぜひ、毎日ね、あの寝る前とかにクラクラ動画ちょこっと見ていただけると幸いでございます。子守歌代わりになるべくクラクラはあの雑談多めで、毎日お送りできたらなと思っております。多分ゲーム内容も言うて、そうなんていうんですか、攻め方とか攻略法とかあんまりこうないじゃないですか、特にディガー戦術だと。で、あのクラン対戦とかだとよりね、そういう戦術面とかが大事になってくると思うんですけど、私あんまりこう最前線でゴリゴリガチガチやってるわけではないので、まあ、そういった意味でもクラクラ動画は、まあ、雑談しながらまったり資源狩りをしていってね、みんなと一緒にこうイベントを楽しむみたいな、そういうスタイルで今後も実況していきたいなと思っておりますので、ぜひ、明日の動画も見ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。